ギウスの竜退治、ドラゴンスレイヤーは、竜、竜をも殺すことのできる神話上の武器、あるいは竜殺しの英雄のこと。作品によっては、ドラゴンキラー、ドラゴンベイン、と竜とも、ファンタジーや神話、伝説において、ドラゴンは、現獣の中でも特に強大な存在として描かれ、これを倒すことのできる武器あるいは英雄は、絶大な力を秘めるものとして、ドラゴンスレイヤー。 すなわち、竜殺しと称えられている。竜殺しの物語で、基本的な類型は、洞窟などで財宝を守るドラゴンと、それに挑む勇士の戦いというものであり、世界中に散らばる英雄伝説の中では、竜退治は重要な要素ともなっている。古代、中世イギリスの英雄女子師、ベオウルフは、現在のスウェーデン南部の地に住んでいた、イエアと族の勇士、 ベオウルフの生涯と二度にわたる人外の魔物との戦いを歌った女児詩である。第一部では、デネにあるヘオロット城を騒がしていた二人の巨人、グレンデルとその母親と若きベオウルフの組打ちが描かれ、第二部では、デネ王について、老域に達したベオウルフが、塚の宝物を守る炎を吐く竜を退治詩におもき、そこで苦戦しつつも、竜と差し違える様が描写されている。 ベイオウルフ王は、名剣ネーリングを振って、竜の頭に叩きつけるが、あまりの努力と竜の硬さの挟み打ちにあって、サシモの名剣も砕け散ってしまった。その隙をついて、竜は、ベイオウルフ王の喉元に噛みつき、致命傷を与えるが、同時に王は、探検で竜の首を切り裂き、竜を仕留めた。北欧神話に登場する英雄、シグルズは、 養父である小人の単やシルギンに王族にふさわしい、財を持ってないことを指摘された。そしてレギンは、父親の遺産を、兄ファフニールが独占していることを話し、それを得るよう強さした。そうしてシグルズは小人が、魔法の力で変身した、ドラゴン、ファフニールを魔剣グラムで退治し、アンドバリの腕輪という財を増やす魔法の腕輪と、それによって得られた、ファフニールの財と黄金を、 戦利品とした。また、ファフニールの血を舐め、心臓を食べたことにより、誰よりも賢くなり、動物と会話する能力も得た。ドイツの英雄女子誌、ニーベルンゲンの歌に登場する英雄ジンクフリートは、ドラゴンを退治した際に怪力地を浴びて、その魔力により、全身が、鋼鉄のごとく硬く、いかなる武器も通用しない、不死身の体となったと語られる。しかし、ちょうどその時、 背中に、ボダイジュの葉が一枚張り付いていたため、その部分の道が浴びせられず、ただ一つの弱点として残った。結局は、この弱点が彼の命取りとなった。ギリシア神話において、フェニキアのトゥロス王のコカドモスは、アポロンの神託により、王国を建国するよう命ぜられた地に住んでいた竜を退治した。ブルフィンチの記述によれば、家来を、 竜の毒画と毒家で殺されたカドモスは、最初に大石を叩きつけたが竜を殺すことはできなかったため、次に投げ矢を竜の体に打ち込んだ。投げ矢を口で引き抜こうとして失敗し、怒り狂った竜が迫ってきたところを、カドモスは鉄の槍でとどめを刺した。カドモスが竜の葉を地面に植えると、そこから植物のように生えてきた兵士たちが互いに殺し合いを、始め、 生き残った5人の兵士がカドモスの新たな家来となった。カドモスは後に定売の王となったが、彼の殺した竜は軍神、アレスの竜であったため、カドモスの子孫は不幸な死に方をすることになった。旧約聖書続編のダニエルカキホイによれば、予言者ダニエルはバビロニア人の崇めていた竜を、竜ンピッチという種と毛髪を似て作った菓子を食べさせて、 殺したと記されている。古代ローマの殉教者ゲオルギウスにはドラゴン退治の伝説がある。カッパドキアの王国に毒気を振りまく巨大な悪竜がおり、人々に生贄を要求していた。そしてついには王女が生贄として捧げられることになったが、そこに通りかかった聖ゲオルギウスによって竜は退治され、人々をキリスト教に回収させた。彼はドイツで、 聖涯おろくと呼ばれて、尊敬を受け、守護聖人とされている。日本神話において、スサノオは、アモウザン剣を振るって、ヤマタオオロチを退治し、生贄のクシナダ姫を助けた。その後、オロチの王の中から、天武らく剣を得た。総う列、漁港の竜をほふる、技の習得に金と時間をかけたが、竜は存在しないため役に立たなかったという古事から、 大きな犠牲を払って習得しても実際には役に立たない技能としてと達行き技という古事成語がある。神話学者のジョルジュ・リュメジルはインドヨーロッパ語族話者において英雄や戦闘神が怪物と戦う神話に若者戦士結社の儀礼に由来する共通の構造が見られると主張した。この仮説を宗教学者のブルース・リンカーンが別の観点から発展させ、 次のような素型があるとした。この説では、ギリシア、ローマ、インド、イラン、アルメニア、そしてゲルマンが当てはまることになる。また、言語学者のカルバート・ワトキンスは、インドヨーロッパ語族の流語ロシシン話を歌う、ジョジ詩などにおいて、英雄が蛇を殺すという一定の詩の形式が見られると主張した。しかし、比較言語学的に明確な対応が見られるのは、 インドイランに限られている。JRR トールキンの児童文学、ホビットの冒険に登場する日の息を吐く離れ山の悪竜スマウグは、背中を固い鱗で、柔らかい腹を宝石で覆っており、いかなる刀も貫くことはできなかった。しかし、左胸にあった隙間をギリオンの子孫、バールドのクロイヤに射抜かれて退治された。トールキン作品では他に、ソリュー、グラウルング、黒竜、 アンカラゴン、オオナガムシスカサなどの大竜が、シルマリルの物語などに登場している。クラウルングは、竜殺しのトゥーリン、トゥランバールとクロケン・グアサングに、アンカラゴンは、空飛ぶナ・ビンギーロドと、オオワシ、バラールの援助を受けた後悔者ヤレンリル、スカサは、エオセオドのフラムにそれぞれ退治された。その他、ノーフ、ジャイルズの冒険に登場する黄金の竜。 シーサー・ファラックスは交尾刀と呼ばれる、非常に強力な竜殺し専用の技物で無力化されている。主に、マーガレット・ワイスとトレーシー・ヒックマンが執筆した、ファンタジー小説、ドラゴン・ダンスシリーズのタイトルであり作中に登場する、武器。カーラスの土によって鍛えることで作られる。水野量のファンタジー小説、ロードスと戦記シリーズ作中において、 人間を超越した種族である、竜族の中でも、清竜以上を倒した英雄は、竜殺しの称号を帯びる。国威の騎士アシュラムや、剣匠、カシュー、ロードスの騎士パンダがこの称号を持つ。武器の名称ではなく、称号として登場した代表的な例。なお、同作中に登場する竜殺しと同類のものに、巨人殺しというものがあり、こちらは、 武器の名称と称号の両方が存在した。武器の使用経験及び称号は、ハイランド王子レドリックが持つ。金伊佐夫の武器小説、伊天と竜記では、トリュウ島という剣が登場する。また、吉岡大らの伝気小説、トリュウの剣のストーリーは、元松の動乱期に生きる和光の少年が龍をも、倒すと言われる伝説の剣を振るい、司会龍王から恐竜まで様々なドラゴン相手に、 大立ち回りを演じる奇想天外な筋となっている。いずれの剣の名も、創志列、漁港編の、と達行技に由来するか。剣の刃には、ノコギリのような引き場がついており、切断力を高めている。日本ファルコムから発売された、ドラゴンスレイヤーシリーズでは、主人公が、竜の姿をした邪神と戦う物語が、主軸に置かれ、特に2から4作目では、 最後の敵を倒せる唯一の武器にもドラゴンスレイヤーの名を冠している。ウィザードリーにはドラゴンスレイヤーという対ドラゴン系モンスターに大ダメージを与える装備が登場。ただこちらにはドラゴン系の敵はあまり登場せず少々威力のある剣でしかない。外伝小説ギルガミン冒険記関にはドラゴンスレイヤーを主役とした小説が収録されている。 メサイヤから発売されたラングリッサーには高威力の武器としてゲーム後半にドラゴンスレイヤーが登場するが流属性に効くといった特殊な効果は設定されていなかった。またゲームタイトルでありシリーズ全般を通して物語の主軸を担っている聖剣ラングリッサーが存在するために伝説の武器としての印象も薄く3以降では 竜属性が正式に追加されたものの、ドラゴンスレイヤーは登場せず、竜に対して特効性のある武器として登場した、グラムにその立場を取って変わられている。黎明期のコンピュータゲームでは、技術的な制約から、ドラゴンスレイヤーでは地余りになる場合があったため、代わりに、ドラゴンキラーという名称が用いられることがある。ドラゴンクエストシリーズにも、2から、 ドラゴンキラーという名前の武器が登場している。これは、後の文字数制約がなくなったと思われる、ハードの作品でも受け継がれているが、8と9では、強化先として、ドラゴンスレイヤーが、別途登場している。大抵店で購入でき、攻撃力自体は、各作品の伝説の武器クラスには及ばないものの、それに準じる威力を持ち、ドラゴン系のモンスターに、 大きなダメージを与えることができる。なお上記ドラゴンクエストシリーズでのデザインであるが、一般的な剣ではなく、カタール系の戦士用武器となっている。これは攻略本などでは、ドラゴンの鱗をえぐりながら突き刺すのに、都合の良い形状であると説明されることがある。ドラゴンスレイヤーが登場している作品では、ドラゴンキラーからして、通常の剣に変わっている。 三浦健太郎のファンタジー漫画、ベルセルクでは、主人公ガッツの所有する体験、ドラゴン殺しが出てくる。元は腕利きのタンや護道が、ドラゴンをも殺すことのできる剣をとの求めに応じて、鍛え上げた途方もなく巨大な体験であり、ドラゴンなるものが存在したとすれば、確実に仕留めるであろうというものであった。それゆえに、人外の化け物を相手取るガッツの愛犬となった。 あまりの重量のため、ガッツ以外の人間には、扱うことはできない。当初は巨大なだけの鋼鉄の剣であったが、作中で膨大な数の魔物を切り捨てその地を、浴び続けるうちに、尋常ならざる魔力を帯びるようになった。日本本土九州にて、B-29 の撃破に活躍したにありがとうございます。